6月4日放送の愛のハイエナ2アベマ二元 AKB48 で女優の島崎遥が出演。AKB 時代の握手会を振り返る中、衝撃発言が飛び出し、物議を醸している。写真あり、島崎遥、潮対応じゃない。現場で見せた満面の笑み、スタジオトークではゲスト出演した柏木由紀も含め、AKB 時代の握手会をテーマにトークを展開した。 柏木は、握手会に来てくれた500人以上のファンの印象を覚え、タメ口、敬語の使い分けとか、話す内容も変えると当時のファンへの対応について明かしたものの、島崎は全く覚えないです、と素っ気ない反応。さらに、MC を務める、さらば青春の光、東袋から、握手会に、この人タイプ。って人も来るでしょ、と聞かれた島崎はいないですよ。 と即答、同じく MC を務めるニューヨークの屋敷広政からそのスイッチが入らないってことですかと質問されると、島崎はアイドルを好きになる人にイケメンはいないですよ。と言い放ち、スタジオは騒然となった。島崎の衝撃発言に柏木は、マジで一緒に、一緒に映らないようにしてください。と同様、さらば青春の光、の森田が、やばいこと言ってる。とツッコミを入れ、 スタジオは笑いに包まれた。AKB48 時代はファンにそっけない、塩太陽、キャラが逆に人気を呼んだパルル、こと島崎。2012年、シングル、永遠プレッシャーで初めてセンターを務めると、次期エース、として期待された島崎。2014年には、塩太陽、が流行語大賞にもノミネートされ、一気に注目を集めました。 2016年末にグループを卒業すると女優として活躍。バラエティにも多く出演し、2019年2月、行列のできる法律相談所、日本テレビ系に出演した際は、自身の使用対応についてキャラだった、そうしないと AKB48 では生きていけなかったと告白し話題を集めました。一方、たびたびイケメン好きを公言。 2020年8月、ダウンタウンナウ、フジテレビ系に出演した際には、弟からも姉はイケメンの中のイケメンが好き。テレビを見ながらイケメンジャッジをしている、と暴露されています。島崎本人もイケメン好き、を認めた上で、韓国俳優チチャンウクとの結婚願望があることを明かしていました。芸能記者、島崎の、アイドル好きにイケメンはいないという衝撃発言に X では賛否が渦巻いた。 おもろすぎる W 少なくともパルオタにイケメンはいないことが確定してしまった残念だったな。イケメン気取りオタの皆さん、ビジュアルだけならイケメンもいるけど、残念イケメンの確率は高いかもなアイドルオタに限らず趣味人ってそんなもんです。ドストレートな発言パルルって本当に面白いこういうところめっちゃ好き。塩太陽とイケメン好きが合わさったような島崎の発言を、好意的に受け止める声が上がる一方、 x では批判的な声も多く上がったこれ、男性アイドルで例えると俺のファンみんなブス。そんなファンを覚えるわけない、と言ってるようなものだからな正論。正直だけど苦笑、何か島崎遥テレビでアイドル好きにイケメンはいないとか発言したので大嫌いになりましたわ。だんだん性格の悪さが出過ぎてるなパルルファンがいたからテレビに出れてるのにファンの批判しかしない元アイドルはどうかと思う。だから今女優の窮地なんだよな。 2023年12月には、上田と女が吠える夜、日本テレビ系に出演し、一人が好きだから結婚はもう諦めましたと語った島崎。果たして、イケメン好きを公言する島崎をいとめる男性は出てくるのだろうか。